さあ男子の方ですが、2連覇を狙う日大の4年生の水島が 0.90 差でトップ、それから近藤、寺尾、米井と続いてますがね、はい、水島君世界選手権でちょっとミスが目立ったんですけども、はい、その水島の釣り輪ですね、ご覧いただきながら伺います。はい、わかりました。割とミスは少ない選手なんですね、はい、ですから今大会の優勝は堅いんじゃないかと思うんですね。この最初の演技の釣り場です。ただこの水島君がですね、はい、個人総合も10位になるし規定でも6位に入っていますから、やはり一番メダルに近いと思うんですね、ですから他の選手はやはり水島君を追い越せでね、頑張ってほしいですね、2連覇を狙います。全日本の2連覇、そして世界選手権でも日本のエースとして活躍して、釣り輪最後の決め技は伸身の後方2回宙返り折り、いわゆるスワンダブリでピタッと決めて、釣り輪 9.40 という得点でした。そうですね、この釣り輪で失敗をしたんですよね。ああそうでしたね、腕を滑らして、ね、輪の中に手が入ってしまったんですね、はい、もうこれ本当に大変だったと思いますよ、はい、さあその男子の方の見どころですが、やはりこの水島を中心に、はい、あとどういうことになりますか。そうですね、清風高校の池谷君、西川君ですね、はいはい、今池谷君が規定では6位につけてましたね、やはりこういう若い人たちが上に上がってこないと、こう体操界がこう発展した進歩したと言えないわけですね、ですからぜひこの池谷君には期待したいですね。そうですね、トップがこの水島、それから大和銀行の近藤、河合楽器の寺尾、そして4位に大和銀行米井と続いて、山田も4位タイで並んで、その後6位に池谷という清風高校の2年生が、入って大変注目されます。その6位に